はいはい、前回ですね、ようやく探偵事務所が開設されて依頼がどんどんね来たんですけど、今回はウサピョンの友達が全くいないということで、ウサピョンの依頼をやっていきたいなと思います。まあ、友達がいないからね、まあいろいろ探してたんだけど、このアンノン団地でね、オフ会をやってるということで、友達になってくれそうな妖怪がいないかどうかね、ちょっと中入ってみよう。たこ焼き器、何に使うのか。あ、これ多分合成に使うんだな。俺ピンときちゃった。たこ焼き器と合成するんだね、きっと。これかな。ここが北海の会場みたいだね。とんでもねえとこやってんな。もうちょっとマシな場所ないのかな。こんなとこでやるだに。ちょっと入りづらいよね。よし、さあ入るよ、ウサピョン。心の準備はいい？ドキドキするだに。へんてこなやつしかいねえな。おお、やってるやってる。ごくり。さあウサピョン、友達を作るチャンスだよ。やるだに。頑張るだに。一見友達になりたいような妖怪何にもいないんだけど、ちょっと話しかけてみようか。ちょっと賢そうな妖怪。先週のセラピアーズ見ました？あ、これ稲穂ちゃんと気が合いそうだね。ギー君、いきなり何の話だに。ウサピョン、そんなの見てないし、きっと。え、君セラピアーズをご存知でない？見たことあるだに。ああ、その程度ですか。それじゃあ君と話すことはなさそうですね。ショック、この人はダメだ。ネガティブン行こうか。大丈夫かな。ネガティブンっていう名前だからね、ネガティブすぎんのかな。どうせ誰も俺とは友達になりたくないブーン。そんなことないだに。ミーでもよかったら、絶対あんたも俺のこと嫌いなんだブーン。ってなんでそうなるだに。この人はなんでこのオフ会に参加しようと思ったんだろうね。あ、これつぶやっきー。はじめましてダニー。どうも。あ、一応喋るんだね。ダニ、何してるダニ。お知らせった。ダニ、お知らせった。せっかく集まったのにみんなとおしゃべりしないダニ。はあ、お知らせったに夢中でもう話も聞く気ないみたいダニ。全然ダメじゃねえかよこれ。みーの名前はウサピョン。よろしくだに。あ、僕のことはいいよ、地味。でもお構いなく。これが一番まともな感じじゃない？何の妖怪だろこれ。なんかキントーンみたいなやつに乗ってるけど、話しかけてみよう。わあ、ちょっとなんか嫌そうな顔してる。私に何か用ですか、お一人様。あ、一人で何やってるダニ？お一人様ですが、何か問題でも？いや、一人ならお話でもって思っただけダニ。いいえ、遠慮しておきます。一人が好きなので。いや、見た目通りの連中だったね。何の裏切りもなかったわ。全く話が弾まなかったダニ。ちょっとえげつない空気だったね。っていうか、あいつら友達作る気あるだに。もう北海なんて絶対に参加しないだに。このままミーには友達できないだに。諦めるのはまだ早い。これより次の作戦を決行する。次の作戦だにか。全てはウサピョンのコミュニケーション能力に問題があると見た。確かにそうかもしれないダニー。ということで、コミュニケーション力ある感じのモテモテ妖怪に相談だ。モテモテンとかそうかな。なるほどダニー。モテモテ妖怪といえば、妖怪モテモテ来たー。友達になってくんないかな。お知らせターの書き込みも友達と遊んだ話でいっぱいダニー。今は桜中央シティのカフェをシャレンヌにいるみたいダニー。海辺のカフェで最高の友達と最高のティータイムを満喫中だって。リアル
リアル銃だね。リア銃か。うわー、モテモテ妖怪の名は伊達じゃありませんな。なんか友達できる気がしてきたダニ。早速会いに行ってみるダニ。カフェか。着いた。いたいた、モテモテ。最高の友達ってこの2匹か。やだ、モテモテんちゃったら。モテモテくんの話聞いてたらなんかキュンとしちゃうよ。あ、圧倒的なリア充オーラ。そこのレディ、僕になんか用かい？なんかこれモテモテなんか認めたくないんだよな。用があるのはこっちのナメキチの方でして。ほらウサピョン、勇気を出して行っちゃいなよ。ミーニー、友達の作り方教えてくださいダニー。やれやれ。ああ、そんなことか。そんなのは簡単なことさ。これちょっと俺も教えてもらいたいな。か、簡単ダニか。もったいぶらず教えてくれダニー。ズバリ友達になりたいのなら全力でぶつかり合うことだね。キラーン。なるほど、バトルというわけですな。そういうことじゃないと思うんだけどさ。そういうことなのかよ。準備ができたら声をかけてよ。ちょっと、もともと S ランクの風味がいるけどね、勝てるかな。多分今は A ランクだと思うけど。それじゃあ全力でいくよ。やるだり。さあやっていきますか。さあ、フーミンが結構、おい、ワカメくんが冷凍ワカメになるとこだったね今。しかもクリティカル出たし。やった。一発で吹っ飛んでくれるかな。いいね、あんた最高だよ。さあ、あ、モテモテ死んじゃった。おっ、オッケー。あ、大したことなかったわ。よかった。わかりますかね、 S ランクの妖怪で一人だけめちゃくちゃレベル高いやついるんだけど、神経験値玉使っちゃいました。あの生ハゲ倒したくてさ。本当は使わない予定だったんだけどね。文字通りぶつかり合ったわけですが、君なかなか良かったよ。言うこそなかなかやるだに。僕たちはもう友達だね。あ、よかった。モテモテん。やべえ、これね、 S ランクの妖怪が友達になるぐらいの衝撃だな。やっぱモテまくると、あとイケメン犬が友達になる前まではずっとこれ使っていけるからね。やっただに、友達できただに。すごい友達できたな、羨ましいわ。それとこういうアプリを使ってみるのもいいかもね。あ、妖怪の輪ね、なるほど。すごいだ、これは便利だにね。よっしゃー、私もこのアプリで友達作るぞ。それは妖怪だからね。そう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 、稲穂、これは妖怪専用だによ。あ、でも稲穂ちゃんだったら妖怪ともね、まあ友達になれるから大丈夫。まあウサピョンに友達ができたことだし、このウサピョンからの依頼は解決ってことで。ありがとうダニ。ありがとうダニ。いやー、ようやくだ。これでストーリーの先を進めることができるわ。はい、ということで、まあ今回ね、ちょっと短いかもしれないですけど、ここでおしまいにしたいなと思います。次回はですね、この続きをやっていきたいなと思います。この続きっていうか、ストーリーの続きですね。